マックスマックスマックスはヤマハ発動機で開発された多目的無線操縦ヘリコプター及び自立飛行型ヘリコプターである。これまで農業で使用されてきた R-50 のエンジンが強化され、姿勢制御装置が改良された。エンジンは R-50 では 98cc だったが 246cc になり、排気量の拡大により高出力化され、 積載能力は 20kg から 30kg に50%向上した。飛行時間は30分から60分になった。国立研究開発法人日本原子力研究、開発機構の空間線量測定用、無人ヘリコプター。MAX G1 に専用の放射線測定システムを搭載し、地上からの直達ガンマ線及び空気による散乱線を測定する。 実用ペイロード 30kgGPS を搭載する。実用ペイロード 27kg2005 年 MAX タイピグをベースに開発された自立航行型産業用無人ヘリコプターで人の立ち入りの困難な火山や放射線の高い地域で使用される。MAX としては初めてのドローン型シングルコプターである。ABC 高性能と安定性を実現。 高能率産業用無人ヘリコプターヤマハマックスタイピング新発売 AB 高性能と安定性を実現ヤマハ自立高校型産業用無人ヘリコプターマックス G1 新開発ヤマハ発の無人ヘリ米当局が認可ドローン商用利用の可能性を模索報道機関だが試験運用も米政府が世界初認可ヤマハ発同期の無人機開発費は 総務省ドローンの現状について A.B. 使用所見、無人ヘリコプターを用いた放射線マップの作成平成23年、霧島山新し年竹噴火に関する緊急調査研究、無人航空機の積載可能重量は、航空機製造事業法での規定により、離陸総重量から機械重量を引いたものとなっている。各種計測における無人ヘリコプターの利用、ありがとうございます。